回でも見てもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。はい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございました。僕たちにとっては唯一の単一の作品になるので、本当に思い入れが深い作品でもありますし、自分たちがこういうふうに考えて全部を作り上げる、監督と一緒に作り上げるっていうのは全く変わらないんですけれども、それでも最後の作品で V シネでまた一番成長できた姿を多分お見せできるかなとは思いますので、ぜひまた1話から全部思い返してみていただけると、本当に楽しい楽しい最高の作品になっていると思います。本当に今まで仮面ライダーセイバーありがとうございました。毎回来てくれる方もいて、誕生日のボードもあり、青い服着てる方もいて、こうやって最後の行事なんですけど、これが最後だと思うと本当に悲しいです。ありがとうございます。凛太郎の言葉に僕もすごく勇気づけられてきて、もうドストライクなセリフがあるんです。だからそこを見逃さずに、今会場にいらっしゃるお子様も多分もう8年後は大人になっていると思います。僕は僕を絶対諦めなかったので、皆さんも忘れずにいい大人になって、大人の方はさらに一緒に人生を歩めたらなと思いますので、映画楽しんでください。ありがとうございます。神山トーマとしてケントの隣にも、凛太郎の隣にも、あとメイちゃんの隣にもこうやって並んでみんなの前に出るのは多分っていうか、まあ最後かなって思ってます。そうですね、こうやって今日この V シネの、公開記念舞台挨拶にもみんな元気でニコニコしながらこうやって立てたのは、応援してくれている皆さんのおかげだと本当に思ってます。まずは本当にありがとうございました。この作品は自分たちで結末を決めるような、そんな作品になってますので、まあ、何回も言っちゃうんですけど、何回も見て、いろいろな感情を出して楽しんでいただけたらなって、そんな作品になってますので、皆さんぜひ見てください。最後に、仮面ライダーセイバーを1年間、応援してください。あっぶねえよ、ちょっと待って。いや待って、普通にマジでやばい。これで終わりだよ。これ言ったら終わりだよ。そうなんだよね。これで終わりだよって嫌だよね。綺麗に終わらせよう。ね。あぶねえ、あぶねえ。じゃあセリフ言っていいかな、なんかもう。いいよ。勢いで言いたいわ。いいよ。物語の結末は